チューブレスレディのタイヤがパンクして、でまたもやなぜかサイドウォールがパンクしてしまったので、シラントで塞ぎきらずちょっと頑張ってみたんですけどダメだったので、押し歩きして帰ってます。なぜかというとですね、この僕今ルーベ持ってきてるんですけど、このルーベに履かせてるアレックスリムズのオイルが、あのチューブレスレディに自転車屋さんでしてもらったんですけど、自転車屋さんがそのタイヤをはめるときすごい大変だったという話を聞いたので、まあ、よほどのことがない限りはチューブを入れる作業は出先ではするのやめようと思ってて、でまあチューブを入れる羽目になってしまったのですが、ただ家を出てそんなに遠くまで行ってなかったので、まあ、この際ビンディングシュール、SPDSL にクリートカバーをつけて押し歩きでどんなもんかというのを今体験してみております。すでに3キロほど歩いて30分ぐらいかかってます。なので1キロ10分ぐらいですかね。最初やはり SPDSL すごく歩きにくかったんですけど、だいぶ慣れてきました。ただ歩き始めてすぐにも気になったんですけど、小指のあたりが靴ずれしてるのがすごく分かってて、今30分ぐらい経ってもそれがかなり顕著になってきましたね。ここから家までもすごく近くまで来たので、とりあえずこのまま行きますが、今後もしまた同じようなシチュエーションがあった時は、やはり SPDSL では押し歩きなんぞせず、頑張ってチューブを入れて復帰した方がいいかなと。あと僕は au の自転車保険に入っているので、ロードサービス、レッカーサービスを頼んじゃった方がいいのかなと感じております。クリートも、もうかなり減ってきていたので今日試してるんですけど、これ新品のクリートだったらかなり投げてきますからね、こんだけ歩いてたら。あ、特にシューズもそうですね。シューズもこれが新品だったらちょっと嫌ですね、こんな状況で歩くのは。ということで、チューブレスレディがパンクしてしまったのでちょっと歩いてみたというお話です。まあ、SPDSL なるべく歩かない方がいいよというお話でした。ご視聴ありがとうございました。クリートカバーはこんな感じです。もうこんなだったんでもう交換時期だったので、まあ歩いてみた感じですね。まあ、こういう感じでつけられます。